はい、どうもこんにちは。作ドロックの内方好きな渋谷おじさんのライドと申します。ベストヒットライドでやってますということでよろしくお願いします。平野翔くんと佐藤健くんなんですけど、今乗ってるこの二人ね、イケメンね、両巨頭みたいなところあるじゃないですか。20代代表30代代表みたいなとこですかね。この機会にこの二人の恋愛観とか結婚観の違いなんかを比較してみようかなっていう、そんな話です。たけるくんが1989年3月21日生まれですね。で、平野翔くんは1997年の1月29日生まれと。それで、二人の恋愛観の違いなんですけど、佐藤健くんは恋愛に対して冷静ですね。で、平野くんは情熱的なんですよね。で、二人とも、そもそもイケメンだし、乗ってるので、自分から行かなくてもモテるんだけど、たけるくんの場合は、向こうから来てもじっくりやっぱ考えちゃうんですよね。やっぱ結婚も視野に入れるので、考える。でも平野くんは感覚的にまず付き合ってみて、まあ、だから来られると、割と優柔不断なところもあるので、じゃあ付き合おうかなって崩れるところもあるし、あとまあ自分からも行ける人なんですよ。たけるくんはなかなか自分から行かないんですけど、平野翔くんはフレンドリーなので、自分からも、こういう関係はうまいので、付き合おうかっていうふうに自分からも行ける感じの人ですね。だから、そうだな。だから、感覚的に言うと、雰囲気的にですよ。雰囲気的に言うと、たけるくんが硬派ですよね。たけるくんが硬派みたいな感じで、平野くんがナンパみたいな感じの雰囲気ですね。で、結婚観の違いなんですけど、二人ともね、家庭は大事にするんですよね。で、結婚したら二人とも良い父親にはなるっていう運勢なんですけど、ただね、佐藤健くんは結婚したら保守的ですね。で、リスクを取らないので、まず浮気とかはないですよね、遊び。だからそういう風なことをしてしまって家庭を壊すっていうのを取らないというか、もったいないって思っちゃう。せっかく作ったものを失いたくないっていうのが健くんの持ってる星の特性なんですけど、平野くんの場合は、優柔不断なところがある。ですよね。まあ、要は誘われると断れないっていうところが、まあ、お人よしなんですね。で、平和主義。あんまり人との関係性を壊したくない。結果的に壊すことになるかもしれない。だけど、その場のね、雰囲気を壊したくないとかっていう優しいところがあるんですよ。なので、例えばね、女の子に誘われてね、結婚しても、既婚してんのに女の子に誘われて飲みに行きましょう、平野さんとか言って、いい雰囲気になって平野さんのことを好きだったんですみたいなこと言われると、その場のね、その女の子を傷つけたくないがために、そうなんだみたいな感じで乗ってあげたりとか、それが浮気になってしまって結果的にね、良くなかったりとかする、そういうところがあるっていうところなんですよね。この二人の、まあ、男同士のね、この二人の性格の違いっていうとそこですよね。たけるくんはそういうことがあっても、いやちょっと待って、僕はそれだ、家庭を壊したくないし、傷つけたくないんで、家族を傷つけたくないんでっていうのをこうシャットアウトできるけど、平野くんはその場を大事にするんで、一応そっか、でその場にいる向こうから来られたらね、来られたら、その人を傷つけたくないので一回受け入れてしまう、そういうところの違いはあるってところですね。まあそんな感じで、ちょっと今乗っている二人を勝手に比較して占ってみました。そんな感じでした。じゃあチャンネル登録のよろしくお願いします。